ご視聴ありがとうございます。ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。本日は、交流戦、阪神タイガースとの関西ダービーの模様を見ていただきます。よろしくお願いいたします。今、チームはソフトバンクホークスに続く2位。この阪神タイガースとの交流戦に勝利して、少しでもゲーム差を縮めたいよな。そして、交流戦優勝も狙っていきたいよね。思い出深い甲子園球場、出番あるかな。今日は山本由伸投手が先発、完投勝利もあるので、出番ないかもです。緊迫の2対1の場面で登板。舞台としては最高ね。阪神ファンの圧に負けないようにしないとね。まずは5番の梅野選手、先頭バッターは出さないようにしないとな。サードの奥井選手、ナイスキャッチ。これでワンアウト。次は上本博樹選手。油断せず、バシッと抑えないとね、と言っておきながら、失投、大丈夫か、大丈夫よ、どんどんストレートで押し込んでいくよ。ファウルかな、これで追い込んだぜ。第4球を投げました。インコース、やばいぜ、決めてくれ、助かりました。わずかに決めてファウルで、遠くがズバッと決まって見逃し三振。あと一人、オリックスファンは、あと一人、ゴールね、あと一人、あと一人。投球これから2球目。さあ、あと1球よ。決め球のサークルチェンジをファウルに、粘るな。あと1球。フォークも打たれてファウル。さすが糸原選手。全力ストレートをセンター前に。これは、少しやばいな。強打コース、あと1球だったのに、1点出題ピンチに。これは甲子園、めっちゃ盛り上がることでしょうね。阪神ファンは圧をめっちゃかけてくるぞ。飲み込まれないようにしないとな。バッターの中谷裕太選手に集中ね。さあ、追い込んだぞ。外に1球外して2ボール。サークルチェンジはファウルに。必殺の投手で空振り三振。霊夢の渾身のガッツポーズだな。かっこいいぜ。何とか抑えることができました。関西ダービーの初戦に勝利、勢い出るな。そうよね、初戦の勝利は大きいよ。糸原選手にツーベースを打たれたのは反省ね。そうだな、守護神を目指すなら完璧に抑えないとな。5月は、残念ながら負け越しに。ソフトバンクホークスの巻き返しがあったのだな。そうなんです。さすがです。パリーグの優勝を目指すための大きな壁よね。そのソフトバンクホークス打倒のため、奥井選手と共に練習ね。奥井選手とのコンビでさらに上を目指したいよな。さあ、阪神タイガースとの2戦目よ。阪神。一進一退の試合展開だな。オリックス、勝ち越したね。でも8回に追いつかれた。延長10回、同点の場面で霊夢の出番ね。今日ホームランを打った、3安打の新外国人選手のキゾーム選手。2ストライクに追い込んだが注意が必要だぜ。甘い球は、スタンドまで持っていかれそうね。変化球はちゃんと見てくるな。そうなったら、高めの全力ストレートで三振よ。次は5番の怖い梅野選手。頼りになる全力ストレートで、ワンストライク。次は普通のストレートでツーストライク。追い込んだぜ。2球続けましたが、サークルチェンジで空振り三振。気持ちいいな。そうよね、次は大山選手、一発に注意です。最初ストレートで押していきます。次はフォークで空振り。打ちました。サークルチェンジはファウルに。第4球は流し打ち、どうだ。いい岡田選手、ナイスキャッチ。これでスリーアウトです。試合は次の回にオリックス勝ち越し、見事勝利。これで連勝ね。甲子園で阪神タイガースに連勝は最高だよな。そうよね、こうなったら3連勝目指しましょう。霊夢に勝ちはつかなかったが、ホールドはついたな。甲子園のホールド記念ゲットね。さあ、甲子園3連戦の最後。3連勝しましょう。相手投手は、かつてのエース西投手。打たないとな。阪神タイガース対オリックス。投手戦みたいだな。お互いゼロ更新が続くな。オリックスが先制したね。でもすぐに阪神が1点返した。1点差の9回裏からの登板、初戦と一緒だね。そうだな、これは盛り上がるな。まずは原口選手。先頭バッターは絶対に出さないことです。第3球を投げました。よし、高めの全力ストレートで空振り三振。
あと2人、次は厄介な選手の一人、木浪選手、慎重に抑えないとな。全力ストレートで追い込みました。サークルチェンジを打たれたが、ギリギリでファウル。第4球を投げました。打った。フォークを粘れられてファウルに。第5球投げました。全力ストレートを見逃し三振。あと1人だぜ。塚本選手、一振りで球場の雰囲気を変えれるバッター。注意しないとね。でも今回は初球から打ってくれてレフトフライ。吉田正尚選手ナイスキャッチでした。本当に頼りになります。これで関西ダービー3連勝最高ね。オリックスファンも気分最高で甲子園から阪神電車に乗れるな。そうよね、胸を張ってユニフォームを着て帰れるね。それに西投手から点を奪っての甲子園で勝利。今日は勝利の美酒がうまいだろうな。そろそろこの動画も終わりが近づいてきました。高評価やチャンネル登録をお願いします。ここまでのご視聴ありがとうございました。